すれ違う学生さんたちがこう皆さん笑顔でこう私までついつい嬉しい気持ちになっちゃいますね。今日から3日間開催される第65回北大祭、例年およそ10万人が訪れる札幌の初夏の風物詩ですが、去年はコロナ禍のため入場制限を行いました。事前予約制で来場者はおよそ2万5000人にとどまりました。新型コロナが5類に移行した今年は、今年は予約制というものは一切なくなりましたので、お客様は自由に出入りすることができます。完全にマスクを外している方が数多くいらっしゃって、皆様の素敵な笑顔が見られて僕は本当に嬉しいです。今年は気軽に訪れることができそうです。北大祭の目玉は何といっても模擬店。 1.2 キロのメインストリートに各学部や部活動などが出展します。去年は108点でしたが、今年はおよそ170点。週末のお出かけスポットにおすすめです。フリスキー、フリスキー、美味しそう。味4300円です。うん、美味しい。こんにちは。黒いネメキン狙う、よいしょ。できた。やった。飲食ブースだけじゃなくて、こういう子供も喜んで遊べるようなブースもあるんですね。はい、はい、そうです。親子で楽しめるのは模擬店だけではありません。小さなお子さんがお絵かきなどをして遊べる広場や、子どもの知的好奇心をくすぐる巨大なシャボン玉を作るコーナーなど、飽きることがなさそうです。その他にも楽しい企画が満載です。邦楽研究会による和楽器の体験会など、およそ30の部活サークルによるステージや展示スペースがあります。夜にはイチョウ並木がライトアップされ幻想的な雰囲気に。そして最終日の4日にフィナーレを飾るのが、応援団が来場者の前で伝統の漁歌都蔵弥生を披露します。知らない人同士でも自然と肩を組み合い、会場が一体感と感動に包まれるといいます。来ていただければ、あ、北大応援団ってすごいんだな、北大ってこんなにいい大学なんだなと思ってもらえると思いますので、はい、お楽しみにしていただければと思います。ぜひおいでください。和光土の情熱がたぎる北大祭は明後日4日まで開催されます。